こんにちは。 STV ニュースウォーカー赤尾節子です。須坂の秋を彩るイベント第22回信州須坂大菊花展が現在我流公園内で開催されています。秋の恒例イベントとなった信州須坂大菊花展、今年も副造園や三本菊、七本菊などえりすぐりの菊花およそ200作品が会場を彩っています。今年は温暖の影響で開花が例年より1週間ほど早く、開催初日のこの日は三分咲き程度でしたが、花の出来は上々の仕上がりとのこと。11月に入ると一気に開花、見頃を迎え色とりどりの菊花たちを楽しめるということです。それでは今週のニュース項目です。各地で猛威を振るう新型インフルエンザや STV が進める地域医療連携プロジェクトのニュース、その他これまでの出来事、イベントなどをお伝えします。在宅医療受診者や一人暮らしの高齢者がテレビのデータ放送で服薬支援や医療情報サービスを受けられる地域医療支援プロジェクトが26日スタートします。この事業は経済産業省の平成21年度地域見守り支援システムの実証事業採択を受けた取り組みで、スコーケーブルテレビが東京のメディカルアイ、NTT PC コミュニケーションズとスコーエリア地域医療連携コンソーシアムを組織して行うものです。22日は県や須坂病院、スコー3市町村など協力機関も出席して、全体のプロジェクト説明会が開催されました。スコー地域はもともと全国でも有数の保健補導員制度を持ち、その基盤をベースにスコーケーブルテレビのネットワークとデータ放送を活用し、医療機関の予約情報や1週間単位での服薬支援情報が確認できます。またスコーチャンネルを選択することで、事前に登録している第三者にメールで安否確認を送るシステムも提供します。このシステムの特徴の一つとしては、スコーチャンネルを選曲した時点で自動的にデータ放送の画面が起動いたします。こちらの起動の検知をした時点で、登録 のご親族の方の携帯、それからパソコン向けのメールアドレス宛てにテレビをご覧になったことを通知する安否確認のシステムを実装しております。こちらが今回のデータ放送のメニュー画面になります。予約ボタンを押します。このような形で、データベースとお客様の情報を連動しまして、その方の予約情報をこのような形で表示できます。こちらはお薬情報、その方が今日飲むべきお薬を飲むタイミングを表示しております。こちらの連絡先は患者さんが、かかりつけのクリニックの情報、それから県立坂病院さんの、緊急外来の電話番号がすぐテレビ画面で表示化されます。こちらの特徴としては、かかりつけのクリニックと、それから須坂病院が情報、お客様の、カルテ情報を共有しますので、何か万が一緊急で須坂病院に患者さんが搬送された時も情報を共有してますので、即時対応が可能になるというシステムを目指しております。この地域医療支援プロジェクト実証事業は、県立須坂病院を起点に初年度は市内の開業医、薬局の協力を得て来年2月まで実施する予定です。なお、この実証事業では実際にシステムを使っていただけるモニターを募集しています。参加費は無料です。詳しくはスコーケーブルテレビまでお問い合わせください。不況の影響で休止となった今年の夏の須坂納涼花火大会、再開を目指し募金活動を行ってきた市民有志、須坂の夜空に花火をあげよう会は、集まった募金で11月2日、100発の花火を打ち上げることを決めました。花火の打ち上げは、20年前まで須坂の恵比寿港の花火大会が11月2日に行われていた日にちなんで決定。当日夜7時から我流公園周辺で100発、およそ5分ほどの間で打ち上げる予定です。須坂の夜空に花火をあげよう会は、花火大会再開を目指してこれまでに須坂買った方祭りやお花市で募金活動や賛同者に募金箱の設置などのお願いを行ってきました。集まった募金は8月31日までにおよそ3200人から45万円に上りました。
高校生の方々が今年はないのとか頑張ってやってくださいっていうようなことで募金をしていっていただいたっていうのが、まあ、本当次世代に向けて花火大会が続けていけるんじゃないかというのが私どもの励みになりました。花火打ち上げに際しては須坂市消防署や地元消防団、警察なども協力。会のメンバーはわずかな花火の打ち上げに来年の花火大会復活への願いと募金に協力してくれた皆さんへの感謝と報告が込められていますと話し、花火打ち上げの前日まで最後の募金活動に取り組む予定です。まあ、本当に数が少ないんで皆さん自宅から見ていただくような本当に花火の打ち上げになります。ですからその方向につきましては、我流公園の方向、それからいつも上がっている土道川の方向を向いて自宅の外から見ていただければありがたいと思います。11月の1日の日の恵比寿港に、街頭の最終の募金活動をしたいと思っております。その節は皆さんぜひ芝宮の境内に来ていただければありがたいと思っています。それから2日の日の当日ですが、警備等のボランティアを今募集しております。時間は、午後の3時頃からお手伝いいただける方を今非常に募集しております。それから翌日につきましては、また朝、花火の空等の清掃の、もしていきたいと思いますので、3日の日のまたボランティアも募集しておりますので、皆さんぜひご協力の方をよろしくお願いいたします。続いては5年に一度お披露目されるとても珍しい門灯籠の話題です。市内中島町の諏訪神社の秋祭りに合わせ、住民有志がおよそ6メートルの門灯籠の組み立て作業を行いました。この門灯籠は中島町に100年以上代々受け継がれてきたもので、五穀豊穣を祝う秋祭りに組み立てていましたが、住民の高齢化などの理由により5年に一度組み立てることに決めました。作業を次世代に引き継ぐためにも今回初めて設計図を制作、およそ50人が3時間かけて組み立てていきました。こちらが完成した門灯籠です。暗闇を照らす灯籠の明かりが幻想的ですね。飾り細工の正面はいつでもどんなことでも楽しく考えようという意味の百字花心を楽しむ、また裏側には五枚綴りの文福茶釜が滑稽に描かれています。年に一度の秋祭り、5年に一度の門灯籠がお囃子や獅子舞を照らしていました。次にお披露目されるのは5年後、2014年の予定です。第21回龍の里須坂健康マラソン全国大会が18日、県民運動広場を発着点に開催され、爽やかな秋空の下、参加者はウォーキングやマラソンに汗を流しました。今年は昨年の過去最高のエントリー数と同様、2900人を超えるエントリーとなりましたが、新型インフルエンザの集団感染で休校となっていた日野小学校の300人が急遽出場を取りやめるなどの影響から、当日は2340人の参加となりました。マラソンは15キロと10キロ、小中学生と高校生以上のそれぞれ5キロ、小学生の 2.5 キロに分かれてスタートし、ウォーキングは市内の蔵の街並みを散策するコースを設定。当日は秋晴れの絶好のコンディションに恵まれ、参加者は思い思いのペースで北信濃の秋の景色が広がるコースを駆け抜けました。小布施町健康福祉センターや新生病院を周辺とする千年寺の里一帯で18日千年寺の里祭りが開催されました。今年で9回目を迎えるこのイベントは、豊かで生き生きとした長寿社会の実現のため元気な人づくりをテーマに、保健・医療・福祉・地域が連携しようと、町や社会福祉協議会、新生病院、消防署などのほか
多くの市民ボランティアが参加するイベントです。会場では地元の小中学生が大勢参加して、焼き鳥などの出店の販売を手伝ったり、人力車を引いたりしてイベントの盛り上げ役となりました。また須坂市消防本部オブセブン署は、消火器を使った初期消火訓練や救命救急講習を行い、実際に体験しながら学んでもらうことで、町民への防火意識の高揚や救命活動への理解を呼びかけました。会場内に設けられた特設ステージでは、キッズダンスや詩吟などが披露され、世代を超えた交流イベントとなりました。